こんばんは、高瀬俊介です。動画をご視聴いただきありがとうございます。コメントやいいねボタンを押してくださっている方、いつも本当にありがとうございます。今回は、あの人が今、あなたに一番望んでいることはということで、えー、あなたが今気になっているお相手の方がですね、まあ、あなたに対してどういうふうにこう接してきてほしいであるとか、どんなことをこう求めていらっしゃるのかというところをですね、見ていきたいと思います。 今回も3択リーディングということでカードを3種類ご用意させていただきました。左から A、B、C とさせていただきまして、この中からお好きなカードを1つお選びください。複数のカードで迷われている場合は最初にこれだと思った方をお選びいただいた方がいいかと思います。それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思います。 はい。カードをお選びいただけましたでしょうかそれではまずはじめに、こちらの A をお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 はい。それではまずはじめに A をお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、今回のテーマは、あの人が今あなたに一番望んでいることはということで、えー、あなたが今気になっているお相手の方がですね、まあ、あなたに対して一番求めていることですね。えー、どういうふうにこう接してきてほしいのであるとか、まあ、求めていること、望んでいるものが一体どういったものなのかというところを見ていきたいと思います。 で今回ですね、こちらの3枚のカードがですね、まあお相手の方が今一番望んでいらっしゃることを表しているカードとなっております。それを踏まえてですね、まあ今回出た結果を見させていただいたところといたしましては、まあお相手の方がですね、まああなたに対して一番望んでいらっしゃることというのは、まあいつも自分のこの味方でいて、まあそばにいてほしいということになっております。まあそういった結果が出ております。まあどういったところなのか、それぞれのカードを見ながらですね、まあお相手の方が 望んでいらっしゃることを見ていきたいなというふうに思います。 で、まずはじめにこちらのカードから見ていきたいと思うんですが、こちらのカード、今回逆位置で出ております。で、本来ですね、まあ、正位置であれば、何かこう選択肢を目の前に、その問題からこう目を背けるであるとか、まあ、大事なことをまあ見て見ぬふりをするということでですね、まあ、ちょっとこう逃げの姿勢を表したりもするんですが、今回これが逆位置で出ているということは、お相手の方がですね、何かこうもがきながらも、何か一つの答えをこう見いだしたと、まあ、そういった状況を表すカードとなっております。すなわちですね、 まあ、あなたとの今後のことですね、えー、などをこう考えたときに、まあ、お相手の方にとってもですね、いろいろ考えることがあったかと思います、まあ。二人の今後の関係性のことであるとか、今のこう立場とかですね、あとはこれまでに二人の間にあった出来事などですね、まあ、様々なことをこう考える中で、まあ、お相手の方もこういいことだけでなく、ちょっとこう、ね、頭を悩ませる部分もあったかとは思うんですが、まあ、そういった、まあ、いろんなことをこう考えた末で、えー 取り付いた答えというものが、やはりこう。あなたとの関係ま、今後の人生もですね。まあなたとのこう。一緒にこう歩み歩んでいくということをこう選び取られたとま、そういったま何かこうもがいた末に答えを導き出したと言いますか？ま見出したということで、まお相手の方にとってはまあなたという存在がま、自分にとってはいかにこうなくてはならない存在なのかま大切な存在なのかということについてま気づかれたということを表すカードとなっております。 で、えー、それに踏まえてですね、えー、加えて、えー、ですね、えー、まあ冒頭で、えー、お伝えした通り、まあいつもこう味方でいて、えー、そばにいてほしいということをお伝えさせていただいたんですが、まあそれをですね、表しているカードというのが、まあこの真ん中のカードになっておりまして、えー、こちらのカードはですね、まあ大事なもののためにこう戦うということを表すカードとなっておりまして、まあお相手の方がですね、例えばあ,あなた自身が何かこう困った時であるとか、まあピンチに陥った時、まあそういった時にこう助けてあげ 下げたいというような形でまあ、大事なものをこう守るためにこう戦っている人がこう見えるかと思うんですが、これがまさしくお相手の方をですね。表しているカードとなっております。すなわちお相手はお相手の方はですね。ま、あなたのためだったらこう。自分を犠牲にして、でもこう守っていきたい。それぐらいですね。いつでもあなたのこの見方でいるよというですね。まあ、そういったま意思表示をですね。表すカードでもありまして。お相手の方としてはまいついかなる時もあなたのこう味方でいているいてですね。 あなたのことをこう守っていきたいと。だからこそ、あなた自身にと、あなた自身からもですね、まあ、あなたにとっても、えー、あなたあーもですね、えー、お相手の方にとってのこう、味方であってほしいということですね。まあ、いつ、何時でもこの自分のそばにいて、こう、味方であってほしいということを、まあ、望んでいらっしゃるということを表すカードがこちらになっております。 まあそういった意味でですね、まあ、冒頭でお相手の方が一番望んでいらっしゃることとしては、あなたにですね、この味方でいて、まあ、そばにいてほしいということをお伝えさせていただきました。 最後ですね、最後こちらの3枚目のカードを見ていくんですが、こちらのカードはですね、何かこう、ハッピーエンドであるとか、あとは最高潮ということで、まあ、状態としては良い方向にこう、向かっていくということを表すカードとなっておりまして、まあ、お相手の方がこう、描いていらっしゃる、まあ、未来を表しているのかなというふうに思います。すなわちですね、今お相手の方は、まあ、あなたとの今後をですね、まあ、未来のことをこう考えると、まあ、明るいイメージがこう、湧き起こってきているということで、まあ、幸せな関係性であるとか、 円満な二人のですね、姿であるとか、まあ、そういった状態を、状況をですね、こう、まあ、想像されているといいますか、まあ、未来を描かれているということで、そのお相手の方が描いていらっしゃる、こう、理想に、こう、たどり着いていきたい。そういうふうにですね、今、思っていらっしゃるのかなと。で、まあ、そういった幸せな日々を過ごすためにも、まあ、あなたのことは、どんな時にも、こう、守ってあげたいといいますか、こう、味方になってあげたいというような気持ちも出ているのかなというふうに思います。 まあそういった考えがですね、えー、まあお相手の方の中では今までどちらかというとちょっとこうあやふやなところもあったのかもしれないんですがやっぱりこういろいろ考えた末にまあ答えを導き出したというふうに最初にお伝えさせていただいたんですが、まあ、それがまあ決心と言いますかまあ決意としてこう固まったのではないかなというふうに思いますだからこそどんな時にもあなたのことをこう守りたいというような強い思いにこうそれがこう発展していってそしてその先のことですね2人のこの将来のことについてもこう明るいまあ未来をこう描う いるようになっているということに関しては、まあ,あなたに対するま思いというものがすごく強くなっている、まあつ強くこう固まってきているっていうことをですね、まあ、表しているのかなというふうにも思いますので、まあ、そういった形でお相手の方としては、まあ、これからもですね、あなたのそばにですね、こう寄り添っていきたいというふうに思っていらっしゃると、だからこそあなた自身にもま自分のそばにいてほしいということをですね、今一番あなたに対してですね、まあ、望んでいらっしゃるのではないかなというふうに思います。 まあ、とにかくこう、そばにいてほしいということですね。まあ、それぐらい、まあ、あなたのことが、まあ、常にこう心配であったり、こう気にかけていらっしゃる。何かこうね、苦しい状況に陥っていないかなとかですね、何かこう辛い目に遭っていないかなっていうことを、こう常にこう考えていらっしゃって、え、何かあった時には、こう自分がこう助けてあげたい。そういったですね、まあ、気持ちがこう強くなってきているという状態にありますので、え、これからですね、ますます、お二人の、まあ、関係というのは、あ、良い方向にですね、まあ、発展していくのではないかなというふうに思います。まあ、現状ですね、 何かこうまあ中がちょっとこう悪くなってしまっている状態であったとしてもまあこれからですね、えー、まあ急速に2人の中というのは深まっていくかと思いますので今後ですね良い方向に向かっていくかと思いますはい、えー、ということで A をお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いですはいそれでは次に B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたします 今回は、あの人が今あなたに一番望んでいることはということで、えー、あなたがあ今気になっているお相手の方がですね、まああなたに対して一番まあ求めていることであるとか、まあこういうふうにこう接してきてほしいなっていうですね、まあそういった要望などをですね、えー、見ていきたいと思います。まあお相手の方が一番どんなことをですね、まあ望んでいらっしゃるのかというところですね。 はい。で、今回ですね、こちらの3枚のカードがそのお相手の方がですね、今、望んでいらっしゃることを表しているカードとなっております。すなわちですね、このカードからお相手の方は今、あなたに対してどんなことを今求めていらっしゃるのかという部分を見ていきたいと思います。 まずはじめにですね今回出たこの3枚のカードを見させていただいたところといたしましては今ですねお相手の方が一番あなたに対して望んでいらっしゃることとしては自分の一番の理解者であってほしいということを表している結果となっておりますすなわちですねこれからも自分のことを受け止めてほしいというふうに思っていらっしゃるというところですねはい まあどういったところなのか、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。で、まずはじめにこちらのカードですね。こちらのカードから見ていくんですが、 こちらのカードはですね、まあ、安定感であるとか、まあ、あとはですね、まあ、今あるものを守りたいということで、まあ、所有するというカードであるんですけれども、何かこう、大切にですね、えー、ま、コインのようなものをこう抱えながら、あーですね、まあ、座っている人が見えるかと思うんですが、そういった形で今あるものを、お相手の方が、ま、所有しているものであったりだとか、まあ、築き上げてきた、こう、人間関係とかですね、まあ、そういったものをこれからもこう、大切にしていきたいっていうことを表すカードとなっております。 また、安定感ということを表すということから、今、あ,あれですね。まあ 資産でああるとととかかか、まあ、お仕事上の立場とかですね、まあ、あとは人間関係についいいいててもも良い状態をこれからもこうキープしていきたい、えー、そういったことを表すカードでもあるということから、まあ、あなたとのですね、まあ、関係についても、これからもですね、気づき続けていきたい、続け、えー、まあ、いい状態でですね、こう保ち続けていきたいということを表しているカードでもあります。まあ、そういったことから、まあ、お相手の方にとって、えー、今後の人生を歩んでいく中でも、まあ、あなたと一緒にですね、まあ、これからも 共にですねこう過ごしていきたいというふうに思っていらっしゃるのかなというふうに思いますまあ、そういったですねまあ、気持ちを表しているカードとなっております でその次にですね、この真ん中のカードを見ていくんですが、まあこちらがですね、まあ最初にもお伝えさせていただいた通り、あなたにですね、この自分の一番の理解者になってほしいということを表しているカードとなっておりますえ。どういったところなのかと言いますと、こちらのですね、カップのキングというカードはですね、まあ寛大さあですね、寛大な心とかですね、まあそういったこの器の広さであるとか、心の広さというものを表すカードでもあるんですが、まあその広い心で、いかなることも受け止める、まあそういった意味 意味でのこの理解者っていうことをですね、えー、表すカードというものがありまして。まあ、お相手の方はですね。まあ、あなたに対してこう自分のことをこうをまあ理解してくれる一番のですね。まあ、存在になってほしいというふうにまあ思っていらっしゃるのかなと？とまあ、自分のことに関してはこうこれからもですね。まあ、受け止めてほしいというようなああそういったことをですね。思っていらっしゃるというのがまあこちらのカードになっております。 なので、まあ、周りの人がですね、そのお相手の方のことをこう、批判するような時があったとしても、あなただけはこう、自分のことをこう、まあ、理解してほしいと言いますか、こう、味方であってほしいということを、まあ、表すカードでもあるので、まあ、そういった意味でもですね、まあ、お相手の方にとって、まあ、あなたという存在は、まあ、すごくこう、心の支えにもですね、なっていらっしゃるのではないかなというふうに思います。 だからこそ、まあ、かけがえのない存在であり、まあ、これからもですね、まあ、一緒にいたいという気持ちをも、持っていらっしゃるのかなというふうに思います。 で最後のですね、えー、こちらのカードを見ていくんですが、こちらのカードがですね、表しているものとしては、間違った考えに溺れるであるとか、まあ、あとはですね、まあ、頑固さのようなものをですね、まあ、表すカードとなっておりまして、ちょっとこう、まあ、イメージで言いますと、ひねくれ者のようなあことをですね、表すカードでもあったりするんですが、まあ、お相手の方がですね、まあ、そんなこうひねくれているわけではないかとは思うんですが、まあ、時としてですね、まあ、ちょっとこう、頑固さがこう出てしまったり、こう間違 った考ししその時にですね、その失敗を自分のせいではなく何かこう、まあ、周りのせいにしてしまったり環境のせいにしてしまったり、まあ、そういったことをまあこうしてしまいがちな方なのかなっていうふうに思いましてそういった時にこそ、まあ、あなたにもですね、こう理解してほしいっていうところもありますしその理解するだけじゃなくこう軌道修正をしてほしい自分がこの良くない方向にこう進んだ時にはしっかりともう一度こう正しい 道にに進めるよう,にこう正してしてほいまあ軌道修正をしてほしいということもまあお相手の方としてはまあ要望をまあ持っていらっしゃるのかなというふうに思います。 それぐらい、まあ、あなたのことを、まあ、信頼されているといいますか、まあ、尊敬されている部分もあって、えー、自分が何かこう間違ったことをしたときには、まあ、しっかりとですね、こう、まあ、アドバイスであったり、こう、注意をして、えー、もう一度ですね、こう、立ちれ、立ち直れるように、えー、こう、導いてほしいというように、まあ、思っていらっしゃるのかなというふうに思います。 まあそういった形で、今回ですね、出たカードを全部をこう見させていただいたんですけれども、まあそれぞれのカードがですね、まああなたに対するまあ強い思いですね、まあ愛するという気持ち、好きという気持ちの強さであるとか、まああとはですね、まあ心の信頼関係の強さの部分もですね、まあ表しているカードが出ておりまして、すごくこうあなたのことに関してはまあ心を許していらっしゃると言いますか、あなただったらまあ大丈夫だろうというような、まあこうし、熱い信頼もですね、まあ持たれているのかなと。だからこそそういった人には こう自分を一番こう広く受け止めてほしいというか、こう理解してほしい、理解者であってほしいというようなことをま思っていらっしゃって、これからもですね、まそういったこう自分にとってのこうかけがえのない存在でまあ,あり続けてほしいなっていうことを今ですね、お相手の方はま強くこうま望んでいらっしゃるというか、あなたに対してこう求めていらっしゃる部分がありますので、あなた自身もですね、何かこうそれにこう応えてあげるようなことをしていくと、まあ二人の中というのはこれからもですね、こうますますこう発 していくのではないかなというふうに思います。はい。なので、えー、まあ。 何が何でもですね、全部をお相手の方のことをケアしてあげるとか、サポートしてあげるというのではなくて、先ほどもお伝えしたんですが、時として間違った方向に進んでしまった時にですね、あなたからの助言であったりだとか、何かこうね、そっとした何かこう、サポートですね、ケアとかがあると、お相手の方もですね、大きな失敗とか嫌な出来事を経験せずに済むということがあるので、そういった形でお互いを支え合うというような これからもこう接していただけると二、まあ、人の中というのは、まあ、悪くなることなくですねどん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 こう親密になっていくのではないかなというふうに思います、はいえー、ということで、えー、今回ですね B をお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いですはいそれでは最後に C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたします 今回のテーマは、あの人が今あなたに一番望んでいることは、 ということで、えー、あなたがですね、今気になっていらっしゃるお相手の方が、まああなたに対してですね、まあ一番まあ求めていることであるとか、まあどういうふうにこう接してほしいのか、まあそういったまあ要望などをですね、見ていきたいなというふうに思います。で今回ですね、こちらの3枚のカードがあー、今お相手の方があなたに対して一番こう望んでいらっしゃるもの、まあ求めていらっしゃるものをこう表しているカードとなっております。 で、それを踏まえてですね、今回出たカードをですね、今回、ま,あ、まず全体をですね、まあ、見させていただいたところといたしましては、今一番ですね、お相手の方があなたに対して望んでいらっしゃるというものに関しては、まあ、これからもですね、まあ、自分にとってのこの信頼できるパートナーであってほしいということを望んでいらっしゃるのかなというふうに思います。えーまあ、そういった結果が出ているんですけれども、まあ、どういったところなのかそれぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。 We'll be right <laughs> back. でまずはじめにこちらのカードから見ていきたいと思うんですが、こちらのカードはですね、まあ、誠意であるとか、まあ、あとは誠実さということですね。まあ、真面目さとかをですね、表したりもするんですが、まあ、精神誠意ということを表すカードとなっておりまして、まさしくですね、まあ、信頼できるパートナーとの,この出会いということを表すカードとなっております。まあ、すなわちですね、今お相手の方というのは、まあ、あなたのことをまあ心からこう信頼できるというふうにまあ思っていらっしゃる。まあ、あなただったら、 何でもこうね、まあ、任せることができたり、まあ、困った時にこう、頼ることができる。まあ、それぐらいですね、まあ、熱い信頼を寄せていらっしゃるのかなと。まあ、そういった、ま、信頼関係がこう、築けているというふうに、ま、お相手の方は思っていらっしゃるのが、まあ、こちらのカードが表しているカードとなっております。だからこそ、ま、あなたに対しては、これからもですね、こう、誠実な、ま、交際をしていきたいとかですね、まだ、交際に発展していか、行っていないのであれば、まあ、これからですね、まあ、そういった、ま、交際関係にこう、発展していきたいという でそういった恋愛感情も確かにあると思うんですけれどもそれ以外をですねそれを除いてもあなたのことは人としてすごく信頼できる人なんだっていうふうに思っていらっしゃるのがこちらのカードでありますのでこれからもですねそういった自分にとっての信頼できる存在パートナーであってほしいということをお相手の方はですね強く思っていらっしゃるのかなというふうに思います。 でその隣の真ん中のカードを見ていくんですが、こちらのカードにつきましては、何かこう、精神的なこう行き詰まりであるとか、あとはですね、ストレス型ということで、何かこう、ストレスをこう抱えている状態をですね、表すカードでもあるんですが、要するにですね、何かこう、心のバランスというものを崩されていたり、ちょっと情緒不安定になっていたりだとか、まあそういう状況をですね、表したりもするんですが、お相手の方がですね、今そういった何かこう、 精神的に不安定な状態であるとか、まあ、情緒不安定なあ状態であるというよりかはあお相手の方自身がそういった状況に陥った時に信頼できるのは誰かっていうふうに考えた時に、まあ、真っ先に思い浮かぶのが、まあ、あなただということをですね、まあ、表しているカードなのかなというふうに思います、まあ、それぐらいですね、まあ、お相手の方にとってはあなたこそがですね、まあ、すごくこう大切な存在でこう自分のこう立ち直る、まあ、勇気をくれるといいますか そういったこうきっかけを与えてくれるような存在だというふうにも思っていらっしゃって、まあ、何かこう困った時にはあなたにまずこう相談をしようという形で、まあ、それぐらいですね厚、まあ、い信頼をあなたに対して寄せられているのではないかなというふうに思います。 やっぱり、どんな人もですね、困った時に一番最初に頼りたくなる人というのが一番信頼できる方だと思いますので、今のお相手の方にとってはそれがまさにあなただということをですね、表してくれているカードがこちらになっております。 まあそういった、まあ精神的な行き詰まりとかですね、まあ心の乱れとかをですね、まあ表したりもするんですが、まあそういった時にこそあなたにこう頼りたくなるということを表しているカードになっておりまして、まあ先ほどですね、何かこうどん底に陥った時からこう立ち直る、まあ勇気といいますかきっかけを与えてくれるということをお伝えしたんですが、まあそれを表すカードがこちらになっておりまして、こちらのカードはですね、まあ前進するということで、こう前に進んでいくっていうことをですね、まあ表すカードになっておりまして、まあすでにですね、こう進んでいる時に え、関しては、まあ、より一層ですね、まあ、このスピードアップをしていくということを表したりだとか、まあ、あとはですね、何かこう、立ち止まっている状況ですね、まあ、停滞している状況があったとしても、そこをこう、抜け出して、もう一度こう、前に進んでいくっていうことを表すカードとなっておりまして、まあ、先ほどですね、まあ、ちょっとこう、何かこう、精神的なこう、行き詰まりというものがこう、あった時に、ま、あなたにこう、相談したり、こう、あなたとこう、一緒に過ごすことによって、もう一度、お、お相手の方自身がこう、前に向かってこう、進んでいけるということを表すカードとなっているの でえーまあ、そういった形でお相手の方にとって何かこう元気とかですね、まあ、勇気をこう与えてくれるような、まあ、そういった存在にあなた自身がこうなっていらっしゃるのではないかなというふうに思います。 そういった形でですね、まあ、お相手の方にとっては、まあ、あなたという存在は、今本当にこう、なくてはならない存在で、いかなる時も、こう、信頼できる真っ先にこう、ね、心を、まあ、通わせていると言いますか、一番こう、心を開いていらっしゃる存在なのではないかなというふうに思います。だからこそ、その辛い時にも、あなたの元にこう、頼っていきたいだとか、まあ、これからもですね、まあ、誠実な、こう、まあ、お付き合いをしていきたい。まあ、一緒にですね、今後の人生をこう、歩んでいきたいという いうふうに思っていらっしゃるのかなというふうに思いますので、えーまあ、決してですね、まあ、お相手の方としては、まあ、あなたに対して何かこう、まあ、下心と言いますか、まあ、遊び心なようなものでこう近づいてきているわけではないのかなというふうに思いますそういった可能性としては非常に低いのかなというふうに思いますむしろ、まあなたにちょっとこう救われた部分というのがあって、まあ、その ことがこうきっかけで、まああなたに対するこう気持ちというものがまあどんどんこう大きくなっていったり、まああなたのことをあこう今度はこう自分がこう何かこうね、えー、まあ恩返しではないんですけれどもこう守っていけるようなまあそういったことがでこうできたらなというふうにも思っていらっしゃるのかなと、まあそういった意味でのまあ前進していくということはまあこれからいろんなことに向けてこう果敢にこう挑戦していくということを表すカードでもあるので、まあそういった形でまあ今後まああなたがこう何かね行き詰まった時に今度は自分こそがこう助けてあげ 自分がこう今度は成長していってい、えー、もっともっとね、えー、こう人間としても大きくなっていきたいというふうに思っていらっしゃるのかなというふうに思うので、えー、ますますですね、えー、お相手の方からも、まあ、これからですねあなたに対するまアプローチであるとか何かこうアクションとかがですね、えー、あるのではないかなというふうに思います、まあ、それをきっかけに2人の関係もですね、えー、どんどん良い方向に進展していくのではないかなというふうに思います はい、えー、ということで C をお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いです。ははい、といととうことで今回は あの人は今あなたに一番望んでいることはということで、えー、あなたが気になっているお相手の方がですね、まああなたに対して、まあどういうふうにこう接してきて欲しいのかであるとか、まあとはですね、まあ求めていることは一体何なのかという部分を見させていただきました。リーディングの内容はいかがだったでしょうか動画の内容が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。 今回の内容としては以上となるのですが、最後に一つだけお伝えしたいことがございまして、現在個人鑑定も行っております。いつもご覧いただいているこちらの YouTube チャンネルというのは、一つのテーマに対して、大勢の方に向けて鑑定をしているのに対し、個人鑑定ではですね、あなたが今まさに気になっているお相手の方との今後の関係性であるとか、復縁の可能性ですね、あとは様々な気になることであったり、悩んでいらっしゃることについても こう鑑定をさせていただいておりますのでもしご興味がありましたら個人鑑定もご利用いただけたらなというふうに思います個人鑑定につきましてはこの動画の下の概要欄に詳細を記しておりますのでそちらをご確認いただけますと幸いですそれでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました